皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは、アイアンで飛距離がどうしても出ないっていう方はですね、ちょっと一度このポイントをチェックしてください。説明をしていきます。まずですね、このように構えていただいてアイアンの距離が出ない方、左側の股関節にしっかりと体重が乗っていないケースが非常に多いです。どのような形になっているかと言いますと、バックスイングをしてダウンスイングするときに腰を回さなきゃいけないと思いすぎて左の腰がこのように引けてしまっている方、実際にパッと見たときに腰が先行してていいスイングだなって見える方もですね、この腰が体のこのように引けているような状態でスイングしてしまうとボールが一気に飛ばなくなってしまいます。要はこのようになってしまうとフェース面というのは上を向いた形、要はロフト角通りのスイングっていうのが作れなくなってきます。この別アングルで見ていきますと、この状態から引けてしまうとこのような形ですね、このような風になってしまって少しアッパー気味なスイングになってしまいますので、このスイングでは距離が出ません。今回ですね、しっかりとインパクトの時にグッとこう左股関節に体重が乗るといった動きを作っていきたいと思います。はい、それではですね、練習ドリルを説明していきます。この股関節に乗せるためになんですが、このようにバックスイングは通常通りしていただいて、右の足切り返すポジションからインパクトにかけて少し後ろに引くようなイメージでスイングをしていきます。それでは見てください。ここからバックスイング少し引くっていった形で左足をしっかりと耐えてください。そうするとですね、この左足というのは後ろにこう引くことができなくなってきます。もう一度ご覧ください。最初は難しいので小さい動きで練習をしてみてください。ハーフスイングで結構です。ショートアイアンで大丈夫です。ここからといった形でやると左足がしっかりしてないと耐えることができません。もちろん下半身を止めてはいけませんが、しっかりとグッと回していくような意識で練習をすることで前傾角のキープにもつながります。ぜひ一度皆さんこの動きで練習をしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。